上竹龍三郎上竹龍三郎8月15日から1942年7月20日は日本の政治家衆議院議員僧侶実業家栃木県那須郡川西町に生まれた先代上竹三衛門の次男上竹三衛門の弟1901年高等商業学校を卒業1903年あるいは1911年別れて 一家を創立した。朝鮮清津港において大四郎防衛企業を営み、同地日本人会議長、並びに商業会議所会頭に挙げられた。1920年の第14回衆議院議員総選挙に栃木県第1区から立候補して当選。同年12月の第44回帝国議会では最初に登院したと当時の新聞記事にある。しかし、 1924年の第15回衆議院議員総選挙では、県政会系の斉藤太平の前に落選した。栃木県選出衆議院議員として、横田千之助と共に国事に駅誌、電気、鉄道、工業、畜産等各種事業会社社長だったが、ホッケ業の信者に転じ、政治家並びに、実業界より身を知りき総選に入り、旧名、龍三ブローを達山と改めた。 帝国商業、朝鮮炭鉱、塩原電車、日光登山鉄道、宇都宮新宅、下野電力工業、西沢金山、中宮市電力各社長、海馬島漁業宅職、上竹商業各、取締役、朝鮮清津商業会議所会等などを務めた。宗教は、日蓮宗。住所は、栃木県宇都宮市花畑町、那須郡川西町。 東京市杉並区公園次長、東京府在籍、ありがとうございます。